梅雨明けが発表された今日の県内は非常に暑くなりました。気温が35度を超える地点もあり、午後3時までに21人が熱中症の疑いで搬送されました。今日の県内は朝から気温が高く、午前7時20分ごろには仙台で30度を超えました。午後になるとさらに気温が上がり、仙台市の中心部では日傘を差したり小型の扇風機を持って歩く人の姿が見られました。昨日もすごい湿気があって、今日もすごい暑い感じです。水分飲んだりとか、あと飴舐めたりしてますけど、はい、なるべく外は歩かないで中を通って歩ったり車で移動してます。晴れた日は子どもたちでにぎわう公園に行ってみると、宮城野区のつつじが丘公園です。毎年夏になるとこちらの噴水の中に入って遊ぶ子どもたちの姿が見られるんですが、今日は暑すぎるせいなのか誰もいません。午後3時までの最高気温は名取で 35.6 度、仙台と蔵王で 34.6 度、大平と渡里で 33.9 度、塩釜で 33.8 度など真夏並みの暑さとなりました。消防によりますと、県内では午後3時までに21人が熱中症の疑いで病院に搬送されたということです。そして仙台管区気象台は、向こう1週間は晴れる日が多くなる見込みだとし、午前11時に宮城を含む東北南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年よりも25日早く、記録が残る1951年以降最も早い梅雨明けです。この暑さはしばらく続く見込みで、明日の予想最高気温は仙台、石巻、丸森で34度などとなっています。